はい、いつもありがとうございます、パーソナルブレイク初めて、ご注文いただきました。ありがとうございます。はい、で、アメフトですね、プレーオフ一つとフェニックス一つですね。こっちはクローム調のカードで、こっちは紙系のカードになっております。まあまあ、こっちからいきましょうかね。プレーオフ2018年のものですね。一応2オート2メモラっていうか形式ですね。パックは12、8、まあこっちも12パックなんでね、まあ同じぐらいの数量ですね。まあただこっちが紙系のカードで、フェニックスがクローム系のカードという違いがありますね。まあインサートとかの種類はどうだろう、同じぐらいかなと思います。はい、こっちはですね、まあ、何箱か1ぐらいで、オプティックのクロームのプレビューですね。オプティックのサイン入りのプレビュー、それかコンテンターズのプレビュー、2種類今年ありますね。今まではだいたい、まあ、コンテンターのプレビューが入ってますよっていうのが売りだったんですが、今年からオプティックも加わっております。まあ、その辺が出て誰かっていうところまでですかね。まあ、出ないのももちろん普通にありますし、ただプレオフに関してはこの商品ですね、そこそこではいいと思います。そんなに悪くはない商品です。結構スルー勝ちにされてしまうんですけど、店長はいい商品だなとは思ってます。はいはい、ひっくり返ってるのはパラレルかな、ブラッドホールですね。うん、99枚限定ゴールドパラレル 8-99。 彼はね、ラムズのね、先発張ってたんですけどね、今度スーパーボール行くねで、こういうインサートがね、結構かっこいいんですよね。種類は多いです。一応ベースカードとシリアルとインサートは別にしておきます。あとルーキーは別ですね、にしておきます。ハミルトンです ね、こういうのかっこいいですね。これね、ジェームズかっこいいっす。エリアと来年かな。お、これはホーナングさんでグリーンベイのレジェンドですね。これはサインかな、どっちだろう。お、サインだ。ホーナングさんのホールオフェイムオートですね。これはいいですね。まあレジェンド、お好みかどうか分からないですけど、店長はグリーンベイ好きなんでね、10枚限定の8番ポール・ホーナングさんね、ランニングバッグいいですね。このね、ジャケットを着てね、にっこりした笑顔でね。はい、シールですけど、枠に収まってます。いいですね、このホールオフェイムのロゴと。はい、サインが1枚出ました。ホナグさんは店長的には当たりでございます全然当たりでございます。ジェイモン君ね、ルーキージェイモン君、コーリー・デイビスはパラレルかな、99枚パラですね。あとはこの辺のインサートが2枚ずつぐらい入ってると。はい、トレックなんですね。これは、オートだ。あ、でも今年のレシーバーでワンツー争う成績でしたんで、はい、ルーキーオートです。うん、レシーバーのポジションの中では今年はワンツーです。ザック・トーマスいるんだ。ね、いい選手でしたね。ルーキーはペティスですね。お、ブレディのインサート、プレオフヒーローズ。ヒーローズじゃないですよ、もうプレオフゴッドですね、これね。もう神ですね、もうブレディはね。で、ニック・ホールズが出るっていう。英語のローゼンですね。で、ルーキー。はい、アンソニー・ミラーがひっくり返ってます。
これは金パラだ。99-22。一応サインが2枚もう出ております。お、トンブレディいっぱい出ますね。で、ルキー。お、スターゲージン。ね、これも、リーフ社、リーフっていうか前のね、ドンラス社とかあった時のインサートずーっとこう引き継いでますね。伝統のあるインサートです。生ジャック。はい、生ジャック。店長は中立。今のとこ。レイヴンズファンなんですけどね。中立でございます。そんなにおすすめ。どうだろう。ジャージはジェームス・ワシントンですね。うん。来季からエースになるかどうか。ブレディがよく出ますね。ブレディインサートコンプリそうな勢いです。アンディ・ダルトンは25枚限定。で、インサート。お、ジョシュアレン、ルーキーですね。うん。通常のルーキーカード。はい、クック。これジャージなのかな、じゃあ。あ、ジャージですね。クック。ダルビン・クック。確か去年アキレス腱断裂で全休しちゃって、今年戻ってきて、初め、2試合ぐらいはあまり良くなかったのかな。3試合ぐらい目から良かったんですけど、また怪我しちゃったような気がしました。ダーノル。とルーキー。という形で、3位は2枚。今年頑張ったレシーバーの、はい、スミス君と、フォローフェームに入るぐらいのスーパーレジェンドですね。うん。ホナグさん。あと、ルーキーとパラレル、シリアルという感じでした。はい。で、フェニックス。こっちの方がキラキラしてて、まあ、見栄えはいいんですけどね。よいしょ。はい。よいしょ。これも12パックですね。これは、まとめて、やっちゃった方が早いかな。ちょっとカード全部出しちゃいます。これ曲がってる。よいしょ。あと2パック。よいしょ。はい。じゃあね、上から見ていきます。レギュラーね、クローム系のカードなんで、まあ、全部光ってますね、大体ね。で、ひっくり返ってるのが、アーロン・ロジャース。これはシリアルかな ?299。お!ワンワン!ジャイレン・サーメールズ、スティーラーズのね、今年のルーキーです。おー!すごいんじゃないですかこれ。どんなとこ食うかな?パッチかな?うおー!パッチのワンワン!しかもこれ3リバースのね、スティーラーズのこのロゴの中。おー、おめでとうございます。あざーす。はい。聞こえました、今。ワンワン来ました。パッチのいい部分。スティーラーズね。こういうワッペン系のものがついてるチームは、こういう部分が出るといいですね。これ149ですね。で、ブラッドショー299。あとはこの、なんだっけ、レインボーだ。なんかあるんですよ。呼び名が。このパックが1パック箱に入ってるっていうね。虹色のね。うん。うん。ああ、まあそんな上位出なかった。上位ルーキー出るといいんですけどね。
シュルツは149ですね。うん。で、インサート、プレスコット。ダラスですね。はい、ひっくり返ってます。お、ランディモス。あ、パラレルです、でも。はい。はい、またひっくり返ってます。ガーリーの75枚限定ですね。61番。こう、シリアルもね、こうやっていっぱい出ます。生産数はそんなに多くないんだと思います。さっきのプレイオフも少ない方だと思います。これも299また出ました。はい。で、これがオートかな。299の136。はい。選手は DJ ムーア。今年のルーキーのランニングバックでしたっけね。あ、レシーバーでしたっけ。うん。ですね。これオートジャージのルーキーで。まあ、だいたい箱1ぐらいで入ってる。はい。DJ ムーア。まあ、パッチがね、強烈すぎますね。ガーリーの149出ました。で、またトム・ブレディも出ました。これも199ですね。シリアルがいっぱい出ます。3、1、メモラ1がとりあえず出てますね。これは199。とにかく、シリアルがひっくり返ってんですね。299。うん。で、これ199、同じパックに入ってたのかなって感じです。シリアルがいっぱい出ます。で、これがひっくり返ってるのは99のデリック・ヘンリーで、もう一個はポイントです。これは、パニーニ・リワードっていう、ページで、好きなカードと交換することができます。まあ、RPA が1個出てますんで、こっちが、まあ、うん、外れサインの方かなと思います。好きなサインカードに変えた方が、という場合、こういうポイントにパニーさんはしてますね。間に合わなかった選手とかいると、もうポイントにして、で、カードが出来上がったら、リワードの方にアップしてるような感じですかね。一部はね、全部じゃないですけどね。あ、まあ、サインの代わりです。大体ポイントが。ということで、フェニックスは3、1、メモラ1ですけど、まあ、DJ ムーアだったら、まあまあ、3位の方も OK ですね。で、こっちですよね。はい。ワンワンのサミュエルス。すごいいい部分です。このワッペン。ジャージ1着で1個しかないです。はい。初パーソナルブレイクで、すごいですね。はい。じゃあまた。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。